こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。進まない韓国肝煎りで進められている第5世代最新鋭戦闘機 KF-X 計画だが、インドネシアとの共同出資など問題もあり、開発はそんなに進んでいない状況だ。それにしても、韓国は今年、いろんな軍事拡大を目論んでの空母計画や、原潜計画など、大きく長期計画を打ち出した。北朝鮮を意識しているなら、こんな装備品は必要でないようなインドネシアとの出資金額なども話はまとまっていない。なぜなら、似たような性格の国だからだ。では、今回この最新鋭戦闘機、KF-X 開発を詳しく見ていきますね。何をやっても、日本を超えることはない。2020年9月3日、かねて、よりの噂通りに、韓国は、国産のいわゆる第 4.5 世代に、相当する戦闘機、KF-X を一応初公開したが、未だ完成していない機体の、提示に止まり、形だけのもとなった。というのも、今回の KF-X には、戦闘機としての機関部といえる、機関部やレーダーセンサー等の電子機器類は装着されておらず、あくまで、外観上の公開に過ぎず、試作機の完成ではなかった。こうした形での公開を予期する声も上がっていたが、期せずしてそうした。予想通りの展開となったのは、国内世論に押された、韓国航空宇宙産業の政治的な判断があったことが想像に難くない。実際に KF-X が試作機として機関部やレーダーセンサー等まで組み込んで飛行可能な状態となるのは早くとも来年2021年の中旬だと見られており、今後の進捗いかんでは後ろ倒しも考えられる。韓国は、日本と同様に第5世代戦闘機である、ロッキード・マーチン社の、F-35 ライトニング2戦闘機の A 型、B 型の2種類を調達予定だが、なぜ、今、第 4.5 世代相当の戦闘機を開発しているのかと思われるかもしれない。しかし、KF-X の開発の開始は、2001年まで遡り、当時 F4 戦闘旗や F5 戦闘機を代替する目的で、その開発計画が開始された経緯があり、日本の F2 戦闘機開発にも似た悲願の国産戦闘機計画だと言えるだろう。KF-X は、全長 16.9 メートル、全幅 11.2 メートル、全高 4.7 メートルの機体に双発の機関部を搭載し、最大で速度マッハ 1.8、航続距離2900キロを実現させる仕様となっており、レーダーも国産化する。先に挙げた通り、第5世代戦闘機の F-35 ライトニング2戦闘機との併用を韓国は目指しているが、注目は、KF-X のランニングコストは同期の 50% とされていることで、費用対効果の高さを前面に出していることだ。韓国は、この KF-X の実用化を2020年代に実施し、以後2050年代まで、運用を継続していく方針のようだが、この計画が果たして、
有効なものとなるのか否か、遅れてきた第 4.5 世代機だけに判然としない。 KFX の計画は当初から韓国一国の規模で戦闘機を自主開発することを危惧する声が上がっていたが、日本と異なり韓国がある意味昇魂たくましいのは、この計画にインドネシアの参加を取り付けた点だろう。韓国はインドネシアに対し、この KFX や潜水艦の売り込みに成功しており、同国が東ティモールの紛争等でアメリカからの武器購入が困難となり、ロシアや中国からの代替を基とする中に食い込んだ形だった。 KFX をめぐる韓国とインドネシアの契約は2016年時点で、インドネシアが最大48機を調達するという内容だったが、予算不足を理由にインドネシアは約190億円しか拠出しておらず暗礁に乗り上げている。現状ではインドネシアが KFX のプロジェクトに復帰することはまずないと見られており、これに関しては韓国側が一方的にインドネシアからはしごを外された状態であり、こうした第三国への武器輸出の難しさがうかがえる。 KFX の開発費の総額は、量産化の費用まで合計すると約1兆7600億円と見込まれており、このうちの約1500億円相当がインドネシアの負担と見られていたため、韓国はこの穴埋めにも迫られている状況だ。仮にインドネシアが計画通りに48機を調達した場合でも、 KFX の生産数は250機程度となる予定だったため、これが全くないとなれば、1機あたりの先のコストも同様に高騰し、費用対効果の悪化も避けられないと思われる。インドネシアは2019年10月にはアメリカのロッキード・マーチン社の F-16 戦闘機の最新型である V 型の導入を表明したり、フランスのラファール・ハテワ F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の導入なども取り沙汰された。また、インドネシアは、別途、ロシア製の SU-35 戦闘機の導入を検討していたとも言われており、アメリカとしては、それを断念させる手段として、F-16V 戦闘機を持ち出したとの見方もあるが、真相は定かではない。韓国側としては、契約の1500億円の開発費の負担のうちでインドネシアが、190億円しか払っていないことよりも、それが海外にも輸出されている戦闘機であるという実績を KFX に付加して、さらなる輸出を獲得したいのだろう。そうした意味では、インドネシアは韓国やアメリカの痛いところをつき、外交審議上にもとれ行為であっても、貪欲に自国にとって都合のいい取引を仕掛けているように見える。旧ソ連とアメリカが対峙した冷戦時代には、世界の多くの国は米ソ両国のどちらの側に政治的軍事的に組みするのかの選択を迫られたが、最近のインドネシアやトルコなどを見ると、もっと世界は複雑化したようにも思える。